ニュースマグビです。今年の春頃にパパになることが分かった嵐の二宮和也さん。妻の英子さんの知人によると、英子さんの年齢的にも嵐の活動休止後の2021年のなるべく早い時期に出産できるよう計画的に妊活を始めたそうですとのこと。新型コロナが猛威を振るい始めたのは二宮さんにとって計算外で不安もあったようですが、限られた時間の中で夫婦で協力して極秘の妊活が進められました。現在は産婦人科と密に連携を取りながら出産日に備えているようです。ニュースマグビ